ね。Thank you.
無視ね、容赦はしない。行くわよ、エクセリオンハーツ。もう夕方か。少し時間がかかったわね。久々の拘束解除はやっぱり反動があるわね。貯金も少し切り崩してしまったし、でもこれでいい。山岡さん、ただいま帰りました。よう、ヒラギ、遅かったじゃねえか。時坂君、ソラちゃんに篠宮君まで。どうもお邪魔してます。たく、ずいぶん待たせたっつうか。ま、今日のうちに間に合ってよかったぜ。その、全くもって意味がわからないのだけど、どうしてあなたたちがこんな時間に？その、ちょっとしたサプライズっていうか。ご本、アスカ先輩、お誕生日おめでとうございます。え、あ、あれ、今日で会ってますよね。おいおい、勇気、まさか。いや、間違いないってマスターも言ってたじゃん。5月18日、今日が17歳の誕生日でしょ。あ、ほら、この間勇気くんを訪ねた時にハッキングされたじゃないですか。その時のデータから勇気くんが気づいてくれて、これはお祝いしなくちゃっ
だからってなんで僕まで。言い出しっぺってやつだろ。ほらよ、一応ケーキも買ってきたぜ。あ、これって駅ビルの有名店の。姉さんが前に買ってきてたな。結構な値段しなかったっけ。なあ、野暮なことは言わなくていいっての。まあバイト代もろくに使い道がねえしな。なんつうかいつもの礼みたいなもんだろ。あなたたちはもう。これじゃあ一体何のために。すみません、わざわざ。角砂糖は。まあ、いいか。今日くらいは、ね。やってくれたな。てめえのせいでこいつの肩の骨が折れちまった。どうしてくれるんだ。あー、言ってよ。そんな無茶苦茶な。それにさすがに古典的すぎるような。あ、なんか言ったか。とっとと出すもん出せ。賢そうな顔してやがるし、こういう時の解決方法はわかんだろ。その実は持ち合わせがそんなになくて。また後日ってことでこの場は見逃してくれたりとか。なめてんじゃねえぞこら。余裕かましやがって。状況が分かってねえのか。まあだったら存分に分からせてやりゃいいさ。待てよ。見ないうちに変わったなお前ら。そんなくだらない真似どこで覚えやがった。あんたは。踊りましょうよ。ちょっと抜け駆けはやめなさいよ。うっせえな。人を挟んで喧嘩してんじゃねえ。踊りたけ勝手に踊れ。俺はくつろいでるからよ。いやあ、アッキーに行けず。でもそんなところも素敵。リーダー。おいおい、世話しねえな。場がしらけんだろうが。
すみません。剣吾たちから連絡が。あの人が現れたみたいっす。そうか、ずっと鳴りを潜めてやがったが、さすがに黙ってられねえってか。そうじゃなくちゃな、シオさんよ。待て、あれ、その絆創膏どうした？もしかして怪我でもしたの？あ、うん、実は昨日の夜。ジュン君！いや、大丈夫？私たちの天使が傷物に。待ってて、今お姉さんがお薬を塗ってあげるから。大丈夫だよ。というか同い年だから。俺が怪我した時と反応が違いすぎる。こう、俺泣いていいか？やめろ、鬱陶しい。はいはい、席について。授業を始めるよ。不良に絡まれたか。なんでそんな夜中に出歩いてたんだ？買い物をしてたら遅くなっちゃって、急いで帰ろうと走ってたらちょっと肩がぶつかっちゃって。
はあ、それで因縁をつけられちまったわけか。そのくらいの怪我で済んで本当によかったね。うん、それが実は助けてくれた人がいてさ、3年の高畑先輩って知ってる？あの人なんだ。高畑って確か高畑しおか？学園最強の不良じゃねえか。あんなのが助けてくれたのか。僕も驚いたけどさ、いきなり現れて一睨みしただけで不良たちを追い払ってくれたんだ。ちょっとかっこいいと思っちゃったよ。ふん、あの先輩がね。やっぱ単なる不良ってわけじゃなさそうだな。さっきお礼を言おうと思って3年の教室に行ったんだけど、今日は休んでるみたいでさ、またの機会って感じかな。お前って結構度胸あるよな。しかし最近なんだか物騒になった気がすんな。うん、僕もさすがに怖かったよ。あの不良たちお揃いのエンブレムなんかつけてたし。エンブレム？ジュン、もしかしてそれ炎みたいなデザインじゃなかったか？そういえば、うん、確かにそんな感じだった。それにアルファベットで BLA とかなんとかって書いてたような。あれ？それってもしかしてブレイズじゃねえか？ブレイズ？みんな知ってるの？俺らが中学生くらいの頃たびたび話題になってたぜ。炎のエンブレムを掲げた森宮市の不良チーム、時にチンピラに絡まれた厨房を助け、またある時は親父狩りのヤンキーを締めちまった。そんな弱気を助け強気をくじく男気のあるチームだって一部では有名だったんだぜ。男子なんかはよく噂話をしていたよね。高校に入学したあたりから聞かなくなったけど、去年の初めくらいだったか、解散したっつう噂があったの。ジュンは中学が別だったから知らなくてもおかしくはねえが。そんなチームがって、ちょっと待ってよ。男気にあふれてて解散してて、そんなチームが僕をカツアゲしたの？いろいろと辻褄が合わないような。いや、どうも最近復活したって噂もあってな。ただカツアゲとか暴力事件とかそんな話ばっかみたいだよ。ブレイズの名前を語った偽物なんだと思ってたが。考えてみりゃあの時のチーマーもブレイズだったかもしれねえな。暗くてエンブレムは気づかなかったが。そういえば高畑先輩、昨日の不良たちと顔見知りだったみたいなんだよね。少し見ないうちに変わったとか気になる話をしてたけど。へえ、ちょっと気になるね。ふーむ、不良同士だし何か因縁があるのかもしれねえな。夜の街を出歩いたりしないように、うん、ひらぎさん、号令お願い。起立。